ぶ、はあ、寒いわ、寒い。エレベーターでどこまで入ったか忘れたけど、あの俺おっぱいあるようなロンティーの上にあのパーカー着ててもおっぱいやん。泥棒、誰が泥棒やん、誰が泥棒や、誰が泥棒や。違う、ファミマ、隣ファミマやけど、ファミマで買うんじゃなくて、あのローソン100にお酒買いに行く。ローソン100に。センさんコラボありがとうございました。センさん、お前ら好みのセンさんやな。トモさんとセンさんに挟まれたら俺絶対、俺キャラクター死ぬよな。間違いなく二人に全部持っていかれるよな。すごくない？トモさんとセンさんの、あれどっちもええキャラしてるから、あれコラボしてあの間に挟まれたら俺終わってまうで。マジで。レイカに。レイカに吸ってもらおう、どういう意味？レイカに吸ってもらう、何を吸ってもらおう、どういうこと？ちょ、今メガネ忘れたし、あのイヤホンマイクも忘れたし、寒いんだけど、ほんでパジャマ1枚で来たら寒いわ。今日下はジーンズ履いてきたけど、パジャマ1枚寒いわ。ここ居酒屋やった。あ、お好み焼き、お好み焼き屋さん開いてんの？ここ俺開いてるとこ見たことなかったんけど、開いてんの？ここお好み焼き、食堂じゃないですか。おっぱい、あ、そういう意味な。お前レイカに吸ってもらいたいわ。レイカ戻ってきてくれ。レイカ戻ってきてくれ。レイカとアサがおったら俺働かんでも毎日1万円もらえねんけど。あの2人が働いてくれたら俺働かんでも何もせんでも毎日1万円もらえねんけど。そんな美味しい、スカウトってだから美味しいからな。めっちゃいけない、感じさえできてたら美味しいから。よいしょ、なんか当てもあて買おうかな。弁当おかずもある。カレーとかラーメン先食べたけど、カレーとかもお寿司と、俺とこ飯何食うたんやろ。お寿司と何食うた、いっぱい食うたけどな。安い、この日本中は安いから、10本ぐらい買っても1000円。まず100円のやつから買おうか。100円のやつを狙って買おうか。これのチューハイどこ行ったん？あ、そう、チューハイ気分か。これ91円安いな。ストロングコーラ日本30円引き、ストロングハードコーラ日本買わなあかん、日本もいらないけど、141円普段もいくらな。最初の酒日本購入ほどに30円、セット1セット、どれとどれ、インネコの方がおもろい。どういうこと？どれ100円10杯ゼロ、どれにしようかな。ここどっけ、これ1本だけじゃ割引にならない。ってことはコーラを値段にしとこうか。コーラに絞りピーチ 3% やけどな、 3% しかないけど、ストロングじゃない、ストロングチューハイじゃないね。この上のチューハイ気分、これは 6%、 これ 6%、 これ 6%、
ストロングピーチ、これが120円か。ウォッカ、どこにウォッカ置いてるの。ウォッカってどれだよ。梅酒やった、俺梅酒やった。ウォッカなんか置いてへんの。ウォッカ、ファミマ、ファミマに行くの。ファミマは行かない、ファミマ高いやん。5本、5本あったら十分やん。つまみ、つまみどうしよう。つまみあんのかな。つまみやちょ、イカ系だけこうとか、イカ系だけ、イカ、イカ、アサヒスーパードライでビールはええわ。当たり目置いてない、当たり目、当たり目がないな。当たり目、当たり目、ちっちゃいな。当たり目100円かしゃあないな。サキイカもあるよ。サラミ、サラミもいいな。サラミとドライソーセージ、ジャーキー、どうしようかな。牛タンジャーキー、ナッツもいいね、ナッツもいいね。ウォーキングデッド、何ウォーキングデッドって何。つまみにんにくって何なんだろう。嫁喜びそうやな、ピリ辛風の。サラミ、サラミ少ないなこんなもんでいいか。8本、これ1000円ぐらいで十分や、こんだけやったら十分や。すごくない？888円だったんだけど、888だったんだけど、
帰ったらまた、帰ったらパソコンでコラボしようかな。俺これからあのコラボしていくわ。あの面白いキャラやのに恵まれない配信者たくさんいてるから、俺その人たちとコラボしていくわ。なんか傷の舐め合いっぽいけど、俺もそうやけど、世の中に面白い配信まだいっぱいおるぞこれ多分。ともさん、せんさん、ともさん、せんさんってそれだけでシムケン、カトちゃん、カトちゃん、ケンちゃんみたいな感じやん。なあ、ちょっと、もうみんな寝たからってそんな人数少なくならないの。じゃあ、ヘビーリスナーが寝とんな、お前ら。お前ら明日休みちゃうんか。お前ら明日休みちゃうんか。俺に酒雑やれとか言うときながらお前ら寝やがって。ふざけんなよ、お前ら。マジで。なあ、人にはやれっていうのにお前ら寝てどうすんねん。寝ながら見とけよ。寝ながらでも見とけよ。ちょ、帰って一番いいのも。ともさん、ともさん、せんさんは嫌いじゃないけど銀猫の方が好き。あ、そうなの、銀猫の方が好き、うん、いやでも銀猫とワークすると、いや、いや嫌じゃない、嫌じゃないけど、お互い使ってる感出て、それ見てる君たちの方がしんどくないかって逆に思うねんけど、それは大丈夫なの、それは大丈夫なの、うん、銀猫もなんであんだけヨモとかヨモさんとか、あの正吉とか福山には喧嘩売っていたのに、なんで俺要所するの、俺要所されたところで、俺じゃあヨモさんの方がすごいと思う。あのハッタリ25億持ってる言うてねんだ、あの人頭おかしいやろ、限度超えてるやろ、25億持ってるって、25億持ってたらニコ生なんかするか。まあ ネタにしてもやわみたいな、うん、だからその辺のヨモさんすごいよ。7回です、頭、うん、すごいで、間違っててもなんかすげえこうまともらしく言うところと、あとあの自分が間違ったところを突っ込まれたらすっげえ切れるところ、めっさ切れるところ、ブロックしてそれでも許せへんみたいな、そんな切れ方のところ、うん、あの切れ毛すごいやろ、どこまで切れとんねん、お前子供かぐらいな、うん、でもヨモさん配信してんねんな、みーちゃんも出てんの、みーちゃんも出てんの、ちょっとパソコンに切り替えるで、コップに氷入れてきてパソコンに切り替えるで、お前ら、うん、ちょっと枠コロコロ変わって申し訳ないけど、いてて、はい、じゃあ帰ってきたので、ちょっと、ね、ズボン、あ、おしっこ行くから、ちょっと おしっこ行く間ちょっとこのまま携帯のままで行こう、おしっこ、みーちゃん落として言えよ、と6億のハッタリ、ヨモは25億と6億のハッタリ対決してたやん、どういう6億って誰、バンブーさんもよ見とんな、ニコ生、バンブーさん結構は、ね、配信とか動画大好き人間やん、なんでそんな大手見てる人が俺の枠おんの、恐縮です。あ、渡辺っておったな、なんか北海道のやつやろ、こう全然覚えてないねんけど、はあ、いやでもね、みんな金持っとんな、羨ましいわ、俺もうないもん、マジでないもん、マジでないもん、お金ちょうだい、お金ちょうだい、でもよく考えたら、あの支援じゃないけど、あの出資を断れたってことやんな、俺単純に言うと、やばいな、死んでまうな、俺早く早くなんかこう解約していて、もっとお金使うこと減らそう、うん、じゃあ、なんかあの人がいいのが出てまうのよな、俺な、だから俺が金のことだけ考えたら、あそこで銀猫騙してでも
いや儲かるで儲かるで払ってよって言うんやろうけど、じゃあ儲かってたら払ってよってもなるそもそもね、うん、その話は破綻してるからなんだろう、そこに乗っかってこられてもやしな、だからまあある本は使ってくれたらいいから、そのそれでいいんじゃない、うん、逆に言ったらあの金目のもんだけ銀猫から一旦預かってそれを換金して手数料だけ抜いてその再起還元でお互い儲ける、それぐらいがベストやろ。よし、じゃあ着いたからステージ着いたからパソコンに切り替えるで、パソコンに切り替えるで、まあ本当に金持ったら25億も6億も具体的な数字言わないわな、言わないな、そう、いや具体的な数字言うとか言わんとか見せたら終わりやから、俺みたいにあの3000万のあの残高の紙とか見せたら終わりやんか、別に1000万現金下ろして残り2000万ありますよ、それで終わりやん、うん、まあもともとは億やったけどその時点で3000しかないから3000でいいやみたいな、そんな感じやん、うん、今 2万もないねんけど4000しかないねんけど、お金ちょうだい、お金ちょうだい、お金ちょうだい、カネピチョーデイ。じゃあ枠変えます。